パスを通してフェイントフェイントからシュート、ダブルタッチ無理やり運んでいくシュート、フリーでロナウド、これが決まります。感じが違うといったところもあるかもしれない中でしっかりディフェンスはブロックしました。さあビエラ、さあ中盤で前を向けている、これをチャンスにつなげたい、前に入ってシュート、これを決めた。ナイスという言葉が3選手からも聞こえましたけども、入っている中で前半17分に先制点を決めました。さあ裏へのこのボール、これも抜けるぞ。さあいい日本代表も中はしっかり閉じながら前へのボール、ここが前を向かしてしまうと怖いぞ。相手のクリスチャン・ロナウドのシュート、これが決まって2対1となります。ロナウドとロナウド、そしてペレが近寄っていきましたが、やはり裏へのボール、一度中に当たってロナウドからロナウド、ワンツーはケアしていきたい。さあ左サイド上がってきたのはペレ、それに対してジェイ選手、中は入れたくないがクリーになってしまった。ここで追いつかれてしまう。前半41分を過ぎたところ、折り返します。この辺はしっかりケアをしていきたい。さあいいとこでボールが入って裏に走り出してるぞ、ロナウド、これで3点目決めました。来ました、ここは使わずに、このマルコ選手はですね、この前が空きました。さあどうする、フェイント見せてダブルタッチからシュート、これで4点目。待って、味方のフォローを待ちますが、そこはジェイ選手しっかりカバーしております。ただ前が空いてしまってシュート、これで1点差と。残り時間10分、相手の焦りがあるか。ここで試合終了、オーストラリアマルコ選手に対してジェイ選手4対3で見事初陣を飾りました。今回はこの FIFA イーネーションズカップは、そしてヒルディヒルで加速角度をつけて中当ててロナウド、打ち上がり4分というところ、このボール短くなったところ、いいところで取ってパスして選んでシュート、これで追加点で前半折り返します。というところにやっております。ただここが前が空いてキックフェイント前シュート、ボールがねこぼれてしまったところでロナウドダブルタッチを落として、エムバペ、エムバペ左足、ロナウドがキープして、クリスチャン・ロナウド1対1前を向けたぞ。ナツメガがここ逆ついてきて、さあここまで一気にいったぞ、どうする、一人で行くのか、エムバペどうする、スクープで逆ついてシュートコース空いてる、これで5点目、一人で運び切ったエムバペ、ここで試合終了、5対1。さあ立ち上がり攻めていくのはいい日本代表、 J ダブルタッチ、ダブルタッチ無理やり運んでいくシュート、スクープフェイント見せながら逆エラシコで、さあどうする、ここでヒルティヒルシュート、後半戦に移ります。ポゼッション自体はニュージーランドの方に分があるようですが、完全に攻めてるのは日本、そしてスクープシュート、3点目、何かしてくれそうな予感がありますが、ロナウド、ナツメグで加速して角度を作ってシュート、ここで試合終了、4対0。ですが、もう一度アグが取り直して、高い位置で持って前が入ってシュート、これで先制点、中にはボールを出したくない、カットインされてシュート、これが決まってしまう、同点。
高い位置でここも取ってスルーパス、ダイブでパスを通してシュペリーがフェイントからシュート、これで2点目。前半が終了となりました。どうする、前が開くか、エムバペワンツー、そしてロナウド、これで3点目。ここで試合終了、3対1。非常に力をつけていた、力をつけてきた。そしてフォワードにエトーを使っていますね。ワンツー抜けたくないところがエムバペ、これが決まってしまう。本日初めてのリードを奪われてしまいました。いい日本代表、タッチで叩きながらワンツーで人数をかけていきます。マクマルの攻撃、危ないぞ、シュート、これが入ってしまう。ここもエムバペが決めて2対0。マクマルからエトーが走り出して、そこに通ってパスを選択、シュート、これが決まってしまう、3点目。マレーシア、ここもエムバペ早くもハットトリックとなりました。1点でも決めておきたいです。グリッド左に走っているが、そこを使わずにペレ、3点ビハインドで折り返す形となりました。左サイド走っているが、ここは相手がカットしているのは右を使ってフリーでロナウド、シュートが、これがポスト、もう1回、これが決まります。まずは1点、まだまだあるかと思います。ジェイ選手です。これ中ケアをしていきたい。クロスが上がって逆サイド、これが入ってしまう。ここでクロスから点が入ってしまいました。だが前からプレスに行きます。ジョージプレスのこの強さ、選手ロックでボールを引き寄せてシュートコースを見つけた、ヒルティヒルシュート、これで4対2。ここで試合終了、2対4という結果となりました。さあ、何か変わりまして、まもなく試合開始と。ここでボールを一度キープしながら相手を外して中に侵入、スクープで逆ついて中、ロナウド逆へレシカシュート、これは惜しいところ。ザンブロッター後ろ裏に走っている、ここはオフサイドがありません。中入って、ここがオフサイド、トラップずれてしまって失点。ビエラが高い位置を取ります。ここで中に当てたくないが、ロナウドスクープで入ってしまった、ペレーニアサイドをぶち抜かれてしまいました。これで0対2。アタッチで叩いて中へのボール、ここは通らずだが、ただ無理やりロナウドが持っていって、ロナウド悔しいこの失点、これで3点ビハインド。さあ、ロスト後にすぐにプレスをかけるの設定にしているが、ここを崩されてしまうと苦しいが、うまく前からはまってロナウド、まずは1点、これで3対2。ここで前半が終了。ロナウドペレから中に入ってしまう、ロナウド加速させたくないが、ロナウド、これはボールを取っていたんですけど、無理やり重戦車。また同じように高い位置でボールを取ってパス選択、ロナウド、このシュートも入らないが、こぼれ球もこれも詰めきれない。この目のロナウドからボールをキープしながら無理やり突破していって、ここがファールがありました。これで PK です。まだわからない、キッカーはロナウド、ブラジル、ロナウド真ん中決めて、これで2点差。ブルーの縦が空いている、ここは一度キープして中に入れたい。ここでロナウジーニョー、これで3点目。ラストのチャンスがありそうです。アグ左サイド、クリスチャン・ロナウド、エリア内に侵入、どうする、ここで相手が食いつかなかった。ここで試合終了、3対4で惜しくも敗れるという結果になりました。
クライフ、そしてジダン加速してシュート、これはゴールキーパーこぼれたところ、これが入ってしまう。縦ロナウド前が空いてダブルタッチ、ダブルタッチシュート。危ない形、スライディングを置いていたが強引突破されてしまう。ロナウドシュート、全種ロックを使いながら落として、うまいぞシュート苦しい時間帯でしたが、今回も白のユニフォームを使うのがいい日本代表のアグ選手となっております。これも、改めまして紹介しますと、これはチャンスですかね。カットインしてパス選択、こぼれシュート、中で待っているぞ、選手が通ってしまって、エムバペ1対1、キーパー外されてシュート。フリットがクライフ、中が空いている、エムバペ試合終了、0対1で。もう次は決勝トーナメントということで、次韓国との日韓戦なので、ちょっと悔しい2連戦にはなってますけど、気持ち切り替えて日韓戦臨めたなと思います。かなり、ゲーム性をついたサッカーをするイメージがあるので、そこに気をつけながら、よく練習試合とかもするので、いつも通りのプレーしてしっかり活かしたいと思います。こう FIFA っぽいサッカーをする選手が多いので、それにうまく対応できればなと思ってます。まず試合を見返して、韓国の選手の試合も見て、こう分析できればなと思います。